エブリデイ・サンデーとはアメリカ合衆国、オハイオ州、コロンブスにて結成されたクリスチャンロックバンドである。どこか切なくて甘酸っぱいメロディを力強いギターサウンドで表現した独自のスタイルが特徴的で2007年に発表したアルバムウェイクアップ、ウェイクアップは日本でもスマッシュヒットを記録した。メンバーの入れ替わりが多いバンドで結成当時からのメンバーは ボーカルのトレー・ピアソンだけである。1997年にアメリカの東部に位置するオハイオ州コロンブスにて地元の小さな教会で生まれたトレー・ピアソンを中心に結成された。2001年にスリーパーで公式デビューを飾り、このアルバムからのシングル、ジャスト・エイストーリーがヒットを記録、その後も徐々に人気を獲得していく。 すると、大手インディーズレーベルのフリッカーレコーズの目に留まり、契約を結ぶことになる。そして、2002年にセカンドアルバム、スタンダップ、2004年にサードアルバム、アンセムズ・フォー・ザ・インパーフェクトの2枚のアルバムを、同レーベルからリリース。その後、EMI 参加の大手インディーズレーベルのインパーアップ、レコーズへ移籍し、ホースアルバム、ウェイク・アップ、ウェイク・アップをリリースする。 2009年3月にジリのバルパライソでメンバーを乗せた車が絡む交通事故が発生する。その後、現地の病院に運ばれ、今はメンバー全員が感知している。6月16日には、フィフスアルバム、ベストナイトオブアワーライブズをリリースした。全米アルバムチャートでは、初登場187位を記録している。2012年に入り、6月11日に、新曲、 カルキュレートをリリース、ありがとうございます。